平成19年10月20日に阿蘇神社前の中央駐車場で大綱作りが行われました。大綱作りは綱作りの技術を将来へ伝承するために阿蘇伝承文化村ふるさと面白館の行事の一つとして行われました。当日はまちづくり阿蘇一宮の皆さんや作り方を知る有志の方、ボランティアの方々と協力し、大綱を製作しました。昔ながらの馬車の車輪を使い、3本の綱を大綱へと、網目に竹を差し込み、一編みごとずらしながら大綱を完成させていきました。こんなもんの。テレビで見たら10分の長さみたい、うん、完成した大綱はシデを作り昔の綱と掛け替えシデを挟み込み作業は終了しました。